コンピューターの本質っていうのはこちらが働きかける働きかけることねこの画面も変わるそういうこのフィードバックにある日本のフィードバックにあるってことはアナンケは粘土ってメタワーで言ってたわけだけど触るという行為は必ず触られるっていう行為なんですよこれ結構深い話なんですよね。 コンっていうのは視覚の非対称性を使った権力装置なんですよ。それに対して触るっていうのは必ず触られることなんで、パノプティコンみたいな構造を作れない。つまり接触的主体っていうのにおいては、変化を与えるってことは必ず変化を受けるっていうことなんですよ。加害と被害っていうカテゴリーを感染症に対して当てはめるのは、これミスカテゴリーなんですどう見ても。誰かが誰かに移した。で、我々移したって簡単に言うんですよ。移した、移された がバーっと広がっていくときにこの感染症が広がっていく経路の中に僕がいてあなたがいて誰かがいるってだけなんですよ加害っていうのは英語だったらパーペトレイターで被害とはたビクティムつまり被害は犠牲者加害被害っていう害っていう言葉に対して加えるとこうもるっていうのをつけて対象関係になる便利な言葉ってないんですでも日本語だと便利な加害被害っていう追概念があってこれがめっちゃ原理なんですよでめっちゃ便利だからいろんなとこに使っちゃうんだよね 原因と結果が壊れ、濃度と自動が壊れる。つまり、俺がこれをやったから、これがこうなるっていう関係自体が壊れちゃう。これが我々現代社会の巨大システムの問題であり、核兵器はまさにそれが大きく現れてる問題なんだ。っていうのがアンダースの問題提起。つまり我々の言葉で言えば、核の問題っていうのは中動体的な加害を可能にすることにあるからだ。 ジャンピエール・デュプイのカタストロフィー論っていうのはアンダースの理論みたいなものを拡張したような形になっていて今の文明全体がねのカタストロフっていうのがやっぱみんな中道的になってんじゃないのっていう議論なんですよ中道的って言葉は使ってないんだけどみんながそのだから地球温暖化とか分かってるんだけど自分の今の行為と結果っていうものの間のつながりっていうのが我々想像できないわけですよ ポリ袋を使うのやめましょうと、ほうほうみたいな。しかし、本当にそれで温暖化止まるのとか言っても全然ピンとこない。社会がでっかくなるってそういうことで、原因と結果っていうものの関係がやっぱり壊れちゃうっていうことなんですよね。原因、結果のつながりが壊れてしまった後の倫理学ってすごく難しいんですよ。ところが、今の僕たちの世界って、これあの言論11には出てこないんで、これどういうことかっていうと、要は普通の 我々が考える時間というのは現在からね。1000、えー、円にあの値する質的な会話はもう3時間の間で,で十分にやったというのが僕の理解なので、あとは基本的にはバカ引けた話しかしないそういう感じでいきたいと思ってます。よろしくお願いします。本当はね、なんか誰かが来てシャーとかやりたいね、シャーっとかこう。<laughs>